では先ほど教えた通りに進めてくれ。まずは記憶からだ。成功だ。きちんと記憶と魂が込められておる。さあ、これは今よりお主のものだ。回収して落とさんようにしっかりしまってくれ。大丈夫ですよね。そうだな。世界を超えるという点においては、わしも素人同然だ。故に、魂を持ち帰るという点について述べるとすれば、それもまた、確かなことは言えん。わしも、過去の名だたる魔導士たちも、魂のすべてを解明してはおらんのでな。いかに準備をしようとも、事故は起きうるし、奇跡も起きる。だから祈るのだ。己の手が届かん領域を、せめて思いが埋めるようにな。はい。私も、精一杯祈りたいと思います。うむ。全部きちんと持ったようだな。では、そこの鏡の巻から、お主の世界に帰るがいい。起動されたままになっておったから、間違いなくお主を送り届けてくれよう。
あれ、私戻ってきたんだな。ありがとう。まだ感覚がおぼろげだけれど、おかげさまで無事みたいだわ。ただとにかく体が重たくって、すぐには動けそうもないから、あとは任せていいかしら。彼の血を用いた幕があれば、固く閉ざされた扉もおのずと開かれましょう。タタル、よければ君特製のお茶を入れてくれるかな。一人分多めにお願いするよ。長く長く続く道、あなたはそこを旅し続けている。一つ一つの冒険は歩みを進めるほどに過去になっていくだろう。そこで出会った人々の声を顔を思い出せなくなる日が来たとして、そんな時にはこれだけ思い出してほしい。どんなに遠くなろうとも、すべての冒険は今日のあなたに続いている。どれほどの苦難と耐え難い苦しみが襲ってこようとも、いつか覚えた喜びが、流した涙が、受けた祈りが、決してあなたを一人にはしないだろう。この記憶の最後に、私はそう願っている。
どうしたんだいアリゼ。もしかしてまだ具合が優れないとか。体はもうバッチリ元気よ。クルルが面倒を見ててくれたおかげでさほど鈍ってもいなかったしね。というかアルフィノはあれを見ても何も思わないわけ？服もぴったりだったけれど武器も素晴らしい出来ね。ふっふっふ。皆さんのあちらでの装備について時々夢に現れる妖精さんに詳しく教えていただいた甲斐がありました。ただ武器は私だけじゃ再現できなくて、実は各国名手の皆さんが協力してくださったのです。すぐに駆けつけられずとも皆の帰還を心から嬉しく思うとの伝言もお預かりしております。随分と大ごとにされたものだが、せっかくの一品だ。ありがたく頂戴すると伝えておいてくれ。そりゃあ私とアルフィノは戦い方も変わってないし、この服だって気に入ってるわよ。でもこう成長したって感じがないじゃない。まあいいじゃないか。特に今回は私たちよりも先に装備を新調すべき御人が他にもいたのだから。働いた。これだけ魔力を使うとさすがにお腹がペコペコよ。タタルさん、私にもお茶と、あと何か甘いもの。あの様子ですと結界の方は無事に張り終えたのでしょうか。ああ、クルルにベイクラグ殿の代わりをしてもらって、どうにかこうにかあの時の結界を再現できた。多少強度は落ちてるが、並大抵のやつじゃ塔に近づけないし、もし侵入されても俺が察知できるはずだ。大変素晴らしい。これであなたはどこへでも行けるというわけですね。していかがですか、先日の提案へのご回答は。それはもちろんいいのであれば。今日から暁の決明に加えてもらうグラハティアだ。こっちでもよろしくな。
もう遥か昔になった子供の頃、歌に本に歌われる英雄が好きだった。それは遥か届かぬ星のようで、何度真似をしてみても本物になれることはなく。大変だ！すぐそこでヒッポグリフの大群が暴れ回ってるんだ！誰か力を貸してくれ！肩慣らしにはちょうど良さそうね。あ、ちょ、アリゼ！まったく。私もこのお茶をいただいたら出ようかしら。おお、恐ろしい。辺り一面焼け野原ですか。しかしある日思いもよらず目の前で瞬いたのだ。そして始まるは新たな冒険。週末の記憶か。なるほど、そうと分かれば見飽きた夢にも見どころがある。おやおやおや、手始めに城を制圧してくださいとは言いましたが、簡単すぎて居眠りとは。結構、実に結構です。こちらの準備もおかげさまで順調ですよ。いやいや、本当に怖いくらい順風満帆ですね。何ってまずちょうどいい死体が手に入ったのが幸いでした。俺の死を証明していた民衆派はもはや壊滅状態。実は生きてましたなんて言い訳がいくらでも通る。加えてほら、ブルトゥス家といえばなかなかの富豪のようじゃないですか。いいですよね。あか、うん、人を動かすのにこれ以上なく手っ取り早い手段でしょ。実際計画の進行に大いに役立ってますよ。おや、いけない。あなたと俺は知り合いでしたっけ。
どうか気を悪くなさいませんように、殿下。覚えはないが。ああ、なんと哀れなことか。俺の記憶にある墓場は永遠に報われぬものだったと。まあそういうこともありましょう。お気になさらないでください。俺はあくまでただの器。殿下と組むのはこの私、ファダニエルなのですか。さてさてさて、城の制圧が終わったからには次に進みませんとね。しかし、はて、これほど勝手に暴れてもお咎めに来ないとは。エリディブスったら消されちゃいました。ついにオリジナルもこれで全滅。いや結構、カビの生えた使命やら記憶やらをもう押し付けられない。それよりも楽しく今を生きるといたしましょう。ねえ、殿下、そろそろあなた好みの狩り場を作るといたしましょうか。そこで待ち受けるのは最低の。故にこそ最悪な飢え切った獣だ。好きにするがいい。さて、そろそろ戻っていいような友よ。冒険の土産話は、その技で、戦いで、たっぷりと聞かせてもらうとしよう。しかれば、まずは舞台の準備だ。お前と再び、最高の一戦に興じるためならば、世界一つ踏み鳴らしてくれようぞ。獣は恐るべき終末をもたらす。英雄が足を踏み入れるのは、星と命をめぐる物語の最終章だ。
ー